これが我が家の家宝、エアルミルの涙ですじゃ。わー、すごい。家宝であり、母の形見でもありますのじゃ。この宝石を、あの悪漢、ナッツクラッカーが狙っとります。これが、奴からの予告状ですじゃ。明日、エアルミルの涙をいただきに参上するマリオネット強盗団首領ナッツクラッカー。お願いいたします。どうかナッツクラッカーの手からこの家宝を守ってくだされ。実際奴には多額の賞金もかけられていることですし、あ、もちろん私からのお礼も差し上げます。賞金稼ぎのあなたにとっては一石二鳥のいい話だと思いますが、それに、はいはい、要はお金になれば私はそれでいいのよ。報酬は、そうね、とりあえずこれで手を打たない。そんなそれには依頼する意味が。何よ、私は命張らなきゃいけないのよ。これでも足りないくらいよ。まあいいわ、大負けに負けて、それを除くこの店の宝石全部でどう？むちゃくちゃなこと。そんな足元見ないでください。あ、私にも生活がありますし。だから私は命かけてんのよ。それにかなうものがあんの？あ？この年で財産を持っていかれたら。早く追ってください。奴らです。マリオネット強盗団ですじゃ。まだ商談が終わってないわよ。そんな清少な。こんな人を呼ぶんじゃなかった。わかりました。この店の宝石全部差し上げますから。商談成立、任せなさい。私はメイル、よろしくね。